はい、ご覧の皆様こんにちは、ホーステルと申します。バイオハザード2、続きからやっていきましょう。この火の打ち所のない、この準備万端な用意周到スタイル、このアイテムを持って MO ディスクを使っていきたいと思います。それではディスクのあるところまで戻っていく。といってもこの扉のすぐ向こうが確かそうだったよね。ここで MO ディスクが使えるはず。ここでディスクチェック確認。では奥へ。バイオハザードマークがある。こちらの扉に入っていく。これ以上ない緊張感、そして見たことのあるこの部屋、そして後半の展開につきもののこのカウントダウン、いよいよ死闘が始まるのか、それとも始まらないのか。プラットフォームに行くための巨大なリフト、これを動かしていく。不吉な予感。そして出てくるウィリアムが、緊張感あふれる BGM、 黄色コーションのまま来てしまった男。念には念を入れて回復しておく。そしてグレネードランチャー、全ての勢力をこいつにつぎ込む。くらえ、見えません、見えません。移動が意外と早かった。さあ来る。全くひるむこともない。どうなっている。なかなか攻撃の隙は大きい。2発撃つたび逃げなら行こう。チキン殺法で行くスタイル。さあ当たってないぞ。倒したか。鮮血をまき散らしながら G 生物はさらなる進化を遂げる。もはや剣形をとどめていません。まるで獣のよう。果たしてこんな奴に勝てるのか。上から来る。すごい動きだ。まるで猿のよう。完全に索敵されています。おっとストライク、しっかりと攻撃が当たる。当たっているのかどうか。上から来る。自動標準が働いておりません。おっと変な方向からやってきた。グレネドラの連発で壁に引っかかっている。痛い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 、やめて。転ばれる転ばれる。黄色コーションで念には念を入れて回復。か弱き乙女を口に加えるとは何たることか。この男、もはや男ではないのかもしれない。燃えるがいい。ものすごい跳躍力である。一体こいつは何者だ。待ちいいんだけど、痛い。引っかかりの隙を狙って攻撃していく。敵の攻撃を見計らって、レネの弾がなくなってしまった。次は溶かしに行く硫酸弾。こちらの攻撃と敵の攻撃を同時にヒット。倒れたのは敵の方だった。うごうごとうごめいている。さらなる進化を遂げるのか。だがその前にエレベーターがついてしまったぞ。お前とはおさらばだ。危ないところであった。一生そこで地位撒き散らしてろ。せっかくだからもう少し死体を眺めよ、眺めよっか。ああ気持ち悪い。で、流血が収まったところで先に行く。死に様を見届けたからね。
を退けたのはいいが、まだあとは脱出しないといけない。手持ちのアイテムを空にする勢いで最後の戦いに臨んでいく。残り時間は1分40秒。果たして間に合うのか。意外と G で手こずったぞ。余裕で間に合いました。アイテムを使う必要はなかった。というわけで表編はこれで最後だね。このまま列車に乗ってラクーシティから脱出。でクレアが行動していた間にレオンはどうしていたかという体で裏編が始まるわけだね。ワクチン、マーネットの罠ではないのか。Claire, what's happening? Not now. Come on, Cherry, wake up. Wake up, please. 顔色が悪いぞ。Claire, where am I? It worked. Oh, Cherry. まあレオンもかなり不健康な感じなんだけど、面構えが。Thanks, Claire. It's over.Have to find my brother. You're right. This is just the beginning. だってさ、クレアと違って目に光がないもんね。Ah, my God has protected you. It will always be with you. 当時の CG よ。Claire, Sherry. 感動的なシーンにも平気で水を差しに行くスタイル。これで折り返し地点か。スタッフロールが流れて安心する。バイオハザード2クレア表編、これに終了になりますね。いやー、リッカーには驚かされた。表編の肝はリッカーの存在だったかもしれない。ボスに関して言えばやはり強敵なのがあとラストの G 第4形態。噛み砕くあの攻撃はおそらく作中の中でも最大火力の攻撃力を持った攻撃アクションのはず。うろ覚えだけどあれを食らうと黄色コーション待ったなし。黄色コーションの状態から食らうと場合によっては一撃で死ぬこともあるはずだから、だから黄色コーションでかなり余裕を持って回復したという感じの流れで戦いを進めたっていう、そういう感じでしたね。 G 第4形態、その他の形態に関しては動きもそれほど速くないし距離をしっかりとって戦えば全然問題ないっていう、そういう感じかな。しっかりと強力な武器をボスに向けて温存してそれで戦っていくっていうね。それにしてもゲームオーバーにならずに終了できたのって初めてじゃねえか。なんかね、あのしょうもない死に方をするようなことも結構あったよね。今までは敵との戦闘じゃなくてわけのわかんない即死トラップに引っかかったりとかね。初代もね、岩で死んだような気がするわ確か。そういう意味では謎解きのミスとかそういうのもなく無事にエンディングを迎えることができたと。これはさりげなく快挙だよね。プレイヤースキルの低い人間としては難易度をイージーでやったのかと勘違いしてしまうぐらいだわ。よし、じゃあこの後は引き続き裏編レオン裏ね、完全初見プレイしていこうかなと思いますね。来年の頭にはプレステ4でリメイクも出るんで、それに向けて予習っていう形で。まあ映像を見る限りは、初代 PS のね、この2の面影を残しつつ、かなり
マップとかも一新されているっていう、そういう感じなんで、期待して待ちたいかなと思います。そしてリザルト。セクシーなクレアをバックに、ランクが表示される、ランキング B。クリアゲームはクレア。クリアタイム4時間7分54秒。セーブ回数17回。おそらく実況プレイで、4時間7分っていう結果だったんだろうね。それがなければおそらくは3時間以内。まあ、もしくはロケットランチャーが手に入る2時間30分以内に迫る勢いでクリアはできたんじゃないかなと思います。まあ、表編に関しては初見じゃないんでね。まあまあ、そのぐらいはやってくれないと困るかなっていう、言われかねないので。という感じで、レオン裏のセーブデータを作り、バイオハザード2クレア表編、終了とさせていただきますね。はい。では、ありがとうございました。